ようこそ。よくここに来ることができたな。頭が切れるようだ。私はファーザーの名で知られている。インスティチュートは私の指導のもとにある。あなたがここにいる理由は分かっている。二人で話し合いたい。エレベーターに乗ってほしい。あなたが聞いたこと、あなたが我々について思うことを私は想像するだけだ。私はあなたが我々に持っている印象が間違っていると証明したい。インスティチュートへようこそ。これがインスティチュートの現実だ。この場所、この人々、我々がしている仕事。100年以上もの間、我々は人類の生存にこの身を捧げてきた。何十年にわたる研究と数えきれない実験や試験、未来を形作る上で科学がどう役に立てるかについて共通のビジョンができた。簡単ではなかったし、我々の行動は往々にして地上の人々に誤解された。いつの日か多分我々は達成したことを見せられるだろう。だが今は地下に潜ったままでなければならない。ここではあまりにも重要なことが多く、全てを危険にはさらせない。見ての通り地上の物事は不安定だ。我々にできることについて話をしたい。そうだ、僕はショー。あらゆる人々のために。くそ。だがそれは後でもいい。こんなにも長い時間が失われた。非常に個人的な理由で。悪いやつらがお前を息子のため俺から引き離したんだよ。ファーザー、どういうことなの？何が起きているの？あいつらが俺からお前をさらっていったんだ。どういうこと？ファーザー、ファーザー。こんなことをしたやつを殺してやる。全員だ。知らない人だ。あっちへ行って。ファーザー、ファーザー助けて。誰かここにいるんだ、助けて。くそ、ショーン、ドアを開けるんだ。ファーザー、ファーザー助けて。さらわれちゃうよ。ファーザー、ファーザー助けて。敵はステルスを使用しているかもしれません。興味深いです。してください。
預かっていたホロテープだ。インスティチュートのデータがたくさんあるといいが。やったぞ。役に立つ情報をどれほど入手できるかじっくり調べてみよう。奴らを戦いの場に引きずり出す方法を知りたい。有益な情報があるといいな。あのテレポートをハイジャックしたトリックはもう使えないし、それにあそこはすでに瓦礫の山だ。ああ、ここにある重要な情報は全部解読可能だ。だからまずはクラッキングだな。次に手持ちの駒を確認する。連中のメインフレームから何を抜け出せたのかを調べないと。